こんにちは。今日はね、毎年お世話になってます丹波篠山町の尺投げ公園ですね。やっぱりね、ここの尺投げね、まあまあちょっと見ときたいよね、毎年。はい、駐車場もね、何台か止められますしね。ここ、まあ市営駐車場で篠山市の駐車場みたいなからね。はい、これで綺麗にね、咲いてますね。散策道になってますからね。もうちょっと終わってる花もありますね。まあ、丹波篠山とはいえども、やはりね、大体ちょっと終わりかけてるという感じ。ね。見に来てもらってもいいし。ね。あれ、でかいな。ちょっともうだいぶ昼頃になってくるとね、花の勢いがね、だけど皆さんちょっとこう感じ的な、まあ4月のね下旬ぐらいがいいんやろね。これもう5月に入るとね、あ、それともつぼみやろな。まだ言うけあれなんかつぼみ容器あるわ。あ、向こうかの、山沿いに咲いてる尺投げも綺麗だわね。でもこの辺も終わってる感じだから、あの火の当たり具合によってね。これなんすか、これ尺投げ。これもなんかえらい変わっとった。この木左かなんやろな、これね。え、ちょっと変わった木ですね、これ。見えへんな、ね。はい。これがちょっと目立って綺麗にな。ちょっと枝に隠れとるけどね。あの赤いのもこれから咲きますよ、またね。なんか名前書いてあるな。何でしょう。誰かその植えた人の名前かな。4月20日やな。篠山市から来ました。この時期を待っていました。楽しみです。ね。4月の20日頃に来はったら、まあ、だいたい綺麗かったんかな。ね。本来去年なかったよね。いろんな人の名前が書いてあるの。大体ね、4月20日に来ちゃったよ、これ。よし、これ、綺麗な。まあまあ、全部の花がね、咲き揃うというのもなかなか難しいやろうから。これちょっと枯れ通るみたいなと思うな。違うやんか。これ綺麗な。ちょっと一つではもったいないからな、余計サイトってことで撮ろうか。よいしょ。よし。まあ、ベンチもありますしね。ウグイスも鳴いとるし。ねえ。よし。これも綺麗な、赤いのね。だからこれはまだ咲きますよ。つぼみやから。ね。あの辺もまだつぼみやな。やっぱり影にあるやつの方が、まだこれから咲くよね。あ、ここ綺麗の偉い赤いの咲いとんな。ちょっとあれだけ見て帰ろうか。これはまあ、し。これも、ちょっと綺麗な。あの赤いのね、あ、近づかないのこれ。ねえ、この白いのはちょっともう終わりかけてますね。これ中入られへんよ。あれだよ。ここの赤いの綺麗だ。ね。
ちょっと向こう側の穴赤いの見たいねんけど、こうちょっと柵みたいにしたって入りにくいか。入ったら怒られるんだ。これ派手に咲いてるわ。これ一番満開じゃないですか、今満開ですね、これ。はい、まあそんな感じか。ねえ、おばあさんもありがとうな。はい、まあそんな感じですか。こっち側の方はちょっと日陰っぽいからね、まああの辺ぐらいまでですよ、続いてのね。はい、まあそんな感じです。はい、ということでね、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ年に1回ここ来たいんですよね。またよろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。